どうも、アコギ力向上委員会です。ありがとうございます。皆さんはアルペジオ弾けてますでしょうか？よくわかんないからって、いつまでもジャカジャカやってたら、あなたのアコギの潜在能力を最大限に引き出すことができません。諦めるな。諦めたらそこで試合終了だ。ということで、今回はですね、よく出てくるアコギアルペジオだけで曲っぽいのを作ってみました。曲名はですね、いずれどんな曲もアルペジオで弾けるようになるという願いを込めましてですね、いつかはきっとにしてみましたね。はい。で、曲自体はですね、キー G でですね、よく出てくるコード進行ですね。参考になると思うので、ぜひ練習していきましょう。で、楽譜はですね、概要欄、下の概要欄からですね、120円で購入できるようにしましたので、スマホ画面だけで、キー見づらいわーってなってる人は、ぜひ手に入れてみてください。まあ、どちらでもいいです。では、まずはですね、アルペジオのコツ。ね。まあ、いろんなコツもあると思うんですけど、僕は今回一つですね。弾かない弦もコードはしっかり押さえること。例えばですね、この Em が出てくるじゃないですか。で、 Em 楽譜のタブ譜を見ると5弦弾いてないじゃないですか。だけど、だからって5弦押さえなくてもいいやじゃなくて、しっかり5弦も押さえるね。弾かない弦もその上のね、コードを頼りにちゃんとしっかり押さえるね。 Bm もなんかこう5弦押さえながら5弦は押さえなくていいやみたいな。そうすると、わけわかんなくなっちゃうって、まあそれもあるんですけど、もし間違って右手が間違ってね、シャカーンってちょっと違う弦弾いちゃった時に、もし押さえてなければ不協和音になってしまう可能性が出てくるんですよ、アルペジオは。だけどしっかり押さえてれば、どの弦をねちょこんって鳴らしても、変な音にならないので、それで安全だということです。あと、そのちゃんと押さえとけば、その後ね、いろんなアルペジオを覚えることになると思うんですけど、そこでね、ちゃんと押さえることがちゃんと習慣づいてれば、自由度がね、ドーンと増えていきますので、アコギの潜在能力を最大限に引き出すことができますということです。試合はまだまだ終わらないということですよ。では弾いていきましょう。いろんなことをね、喋るよりどんどん弾いていった方がいいです。で、もう一つ、6、5、4弦は親指で弾いていきますと。ね、ちゅんちゃちゅん。人差し指は、3弦は人差し指、2弦は中指、1弦は薬指、4フィンガーになりますね、今回は。まあ、よく2フィンガー、3フィンガーっていうのは、よく記事として出てくるんですけどね。よく聞くんですけど、なぜか4フィンガーで出てこないんですよね。みんなほとんど、4フィンガーで弾いてると思うんですけど、僕が好きなソロギターの人とかはね。だけど、なんか2フィンガーとか3フィンガーとかの名前よく出てきますよね。僕は4フィンガーが一番いいと思います。あと、抵抗がなければ、小指はですね、ボディに固定しちゃった方が安定するのでいいと思います。やっぱこう、ブランブランしてるよりも、固定した方が力入りますよね。まあ、なんかこう、ね、運動でもそうですけど、やっぱこう、足で支えるっていうのがあって、なんか力が入るみたいな。だからそれを、まあ、そんな感じでですね、小指はしっかりスッと。抵抗がなければですね、俺は小指やんねえ派だって言ったら、普通にやらなくても全然大丈夫ですけど、僕は小指をつけるのをおすすめします。では弾いていきましょう。G からですね、この D の音 F シャープ6弦は2フレットは親指で握り込むように押さえてあげますと。ここ、ちゃんとさっき言った通り5弦も押さえてあげる。弾かないけどね。でもしこうね、Em がちょっと気持ちが高ぶってジャーンって弾いちゃった時に5弦押さえてなければね、この変な音が鳴っちゃうんですけど、ちゃんと押さえとけば大丈夫と。ここ、よく出てくるこの C の時の、4弦のハンマリング、これもちょっと入れてみましたね。でこのハンマリングを入れるとですね、今まで8分音符だったのが16分音符のところに音が入るようになるんで、なんかこうリズムにこう締まりが出るんですよね、不思議なもんで。ここも、D によく出てくる小指の音ですね。これサス4ですかね。ね。ここも16分音符になりますね。でもう一回。ちゃんと低音源、6、5、4弦は親指、そこ
かは人差し指に中指薬指で役割分担させてあげてますでしょうか。うん、でここから B メロっぽくなんか寂しいコード進行になりますね。でこれ2拍目のとこにリズムを入れてあげる、チャッというリズムね。ここ強すぎずちゃんとこうなんか適度な力で入れていけるようにしましょう。無駄に力を入れるとこのうってやっちゃうとリズムが狂いやすいです。とてもで狂っちゃうと思います。スポーツでもよく言われるんですけど、スピードとかですね力強さは適度なリラックスがね重要になっていきますね。だから力むと、無駄に力むとスピードも出ないし力も出ないです。ちょっと矛盾してるような気がするんですけど、スポーツやってる人なら分かると思いますね。ね、かっこよくリズムを入れてあげます。じゃじゃんじゃん。でここからサビに入っていくわけですね。でサビとちょっとストローク変わりましたね。でもなんかこうサビで盛り上がってる感じ聞こえますね。ね、ここ B マイナー5弦を抑えないけどちゃんと抑えますよ。ここですね、最初 CD B マイナー E マイナーだったんですけど、2回目やるときは B マイナーを B7 にしてみました。ガラッと雰囲気が変わりましたね。コードの不思議はこういうとこですね。ちょっと変えただけなのに全然雰囲気が変わってしまうという。で最後エンディングっぽく C マイナーね、ここ最後1弦の5フレットは小指で押さえてあげましょう。じゃーん、じゃがんという感じですね。もしですね、こうコードチェンジ間に合わねえっていう時はですね、コードチェンジする前の最後の音を、まあ、開放弾いて、本当は2とか3押さえるんだけど、もう開放弾いちゃって次の弦に備える、これもいいと思います。僕もよくやります。てか今回もやってます。タブ譜はちゃんと書いてるんですけど、そんな無理して弾き移ないから開放弾いちゃって次の弦に繋いでというわけですね。皆さんもぜひやってみて、あんまり前からやっちゃうとあるんで、まあ、できれば1つ前か2つ前の音ぐらいかな。一小節目で言うと G のこの音、まあ、まあ最初から開放になっちゃってるけど、こっからこうもう変える準備しちゃう、まあ、こんな感じでですね、リズムがずれるのが一番良くないで、リズムずれるぐらいだったら、ちゃんとその音を開放使っちゃった方がいいですね。押さえるのをちょっとサボって、じゃらーんじゃということで、この曲をですね何度も弾くことによって右手がですねアルペジオを弾く指として出来上がってきます。ね、そのうちにね無意識に動いてきます。もうアルペジオが右手に宿る、あのヌーベじゃないけど鬼の手じゃないけどアルペジオの手になっていきますんで、あの安心してください。でそうなるとですね、どんな曲でもアルペジオに合わせることができるようになります。すごいことに、こう無意識ね、本当に意識せずに、僕なんてもう何も寝ながらでも弾けるぐらいですよ。まあ、小木と友達になってますからね。でもそのままだとですね同じ弾き方ばっかりになっちゃうんで、今回の、まあ、この曲、まあ、この曲だけども3パターンぐらいアルペジオの、ね、パターン入ってますけど、それでも3パターンだけなんで、たまに慣れてきたら他の曲ねちょっと調べて、アルペジオ調べて多分いっぱい出てくると思うん でちょっとアップデートをねした方がいいと思います。同じパターンばっかだとね良くないので、最新式のね Windows 10 Pro を入れてアルペジオを弾いてもらいたいと思います。まあそんな感じですね。ぜひたくさん練習してください。では次回の動画もお楽しみに。アグリグ工場委員会マークさんでした。バイバイ。